ミッシュのショーケース見た？見たよ。リク最初の方ですごいさ顔をうつむいて踊ってたんだけど、体調悪かったのかな。ね、ちょっと心配になっちゃって。いつものリクって表情管理がすっごいうまいはずなんだけど、最初の曲でなんか笑ってもないしずっと下向いてたかと思ったら、自己紹介も全然元気なくて、スクンだけなんか声があんまり出てなくって、うん、なんかあったのかなって思っちゃった。忙しいじゃんやっぱりスケジュールとか、うんうん、だからもしかしたらこう無理してなんか頑張ってくれたのかなってね、すごい心配になったんだけど ね、リックンね本当に頑張って、ね、無理してね笑ってね踊ってくれてたのかな、まあ、でもまあその後ね、うん、だんだん笑顔を取り戻してたし、うんうん、結構ねあの最初以外はリックンも結構笑顔で笑ってたからちょっとね、うんうんうん、安心したというか、うん、ダンクシュートとか、ね、かっこよかったし、うん、あれさもう先行公開曲で出されてたやつだけどさ、うん、どう？やっぱねウィッシュらしいっていうのかな、なんかね青春、うん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 、青春のようななんか、うん、すっごいね気持ちも爽やかになる曲でね、まあ、NCT だから、うん、すごい他のグループっていうかあのね、キャンディーとかの雰囲気とかと被ってくるのかなって、うんうんうん、ね、すごい思ってたんだけど、なんかまた違う爽やかさっていうか、日本人多いからかな、ね、なんでだろう。あ、でも日本人多いっていうのはあるかもしれないよね。やっぱりなんかふざけ合ってるところとかさ結構見ると、うんうん、あ、こういう男子中学生の時いたなみたいなそんな感じで見ちゃう時もあって、うんだよね、逆にあのドリームとかイリチルとかまあ、うん、別にね、うん、そんな風に思ったことなかったから、確かになんかリアル感そんなにないよね。そうだね、うんうん、ないかも、うん、あのショーケースの話に戻るんだけど、うん、リクのダンクシュートの時、うん、あの時にあのリクはリクでかっこよかったんだけど、隣にいるサクちゃんがなんかゴールの真似事をしてたんだけど、ね、可愛くなかった、あれサクちゃんって感じで可愛かったサクちゃん今後バラエティの王になっていくんじゃないかなって思ってね、ね、活躍しそうだよね。めちゃくちゃ面白いしねサクちゃん。鈴木一ちゃんなんか気になったところとかあった？なんか愛嬌ねみんなね、うん、結構上手くなったなって思ったんだよね。あ、確かに去年に比べてすっごいスムーズに、うん、なんかみんな愛嬌こうほっぺに指つんとかしたり、うん、しおんとか、なんかねすっごい上手になって、うんうんね、あの、うん、でもねちょっと私笑ったのが、うん、その愛嬌のところで、うん、ユーシーがやっぱりまだ恥ずかしがっててニャンニャンみたいなポーズした後に、はいはいはい、すぐに画面から外れようとしてたんだよね。ちゃんと見てるねやっぱねあの長時間画面に映るの耐えられなかったみたいで、やってる途中でだん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 左側にフェードアウトしようとしてるのがね、可愛くってやっぱりやりたくはないのかな、恥ずかしいんだと思う。みんなその韓国語もねすごく上手になってて、コミュニケーションの、うんうん、してる姿見るとやっぱりなんか成長してきたんだなっていうのも感じられて、うんうんね、MC とかも上手になってきてるし、そうそうそう面白いし、うんうん、正直今でもフェスとか来てる感じだと MC グダグダってしてる時いっぱいあるんだけど、うん、それはそれで可愛いんだけど、なんかそれでも着実にね、成長してるっていうか、話せるようにはなってきてるし、うん、まあ、パフォーマンスに関してはねもう言うまでもないっていうか、う、ね、前からとっても上手、ね、うん、堂々としてきた感はねある気がする。あ、ね、一個突っ込みたいやつあった。レッツゴーステディーコーナー、ジェヒーが女の子の子やってたジェヒーかわいい。ジェヒーって独特の空気感あるよね。ある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 ミッシュのメンバーはそれを冷静に受け止めてるっていうところもまた面白くて、ね、これは決めてたんかなどうなんだろうねサクちゃんとかがやったらなんかわかるような気もするけどでもこれはねジェヒーがやるから面白いんだと思う、ね、やらなさそうだからね。あとさ告白タイムがあって、ユージの告白の仕方大丈夫って思ったんだけどさ、なんか付き合ってくれる人って言った時にもっと多かったらいいなって言ってた。普通に女の子に告白するって考えた時はやばいよねこれ。
ゆうしくんやっぱり天然なのかな。もうあんでーって思った。いいね、ゆうしくん、ほんと面白い。きーちゃんは昨日のショーケースどこがなんか心に残ってるとかある？新曲披露っていうところで初めてパフォーマンス見たから、うんうん、テディのパフォーマンスがめちゃくちゃ可愛くて、うんうん、新しいコンセプトを出していくのってすっごく難しいだろうなって思ってるんだけど、なんか毎回それを超えてくるっていうか。でさ、今回のステディも MV の話になっちゃうんだけど、話しても大丈夫？なんかウィッシュって毎回天使コンセプトが出てくるんだよね。 MV の中に、まあ、ウィッシュたち本人が天使として登場するんだけど、今回も多分天使コンセプトが結構入ってて。そうなの？あった？え、お化けばっか見てたけど。あ、そうなの？そう、お化けの話もしたいんだけど、うん、なんかね、若干私の考察が入っちゃってるんだけど、さくちゃんが最初ダーツの矢を自分の手の甲に刺しちゃったシーンが冒頭で出てきたのって分かる？うん、分かるよ。あの後に手の甲を見ると星マークついてるんだよね。 はい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 、うん、あれが多分前回の MV でキューピッドが矢を刺して矢が刺さった相手が恋をしちゃうみたいな話だったのね、うんうん、だから多分今回もそれと似た感じで、さくちゃんが自分に刺しちゃったんだと思うんだよ、そのキューピッドの矢を。なるほど。それを刺した後にお化けが出てきたから、うん、なんかお化けとの恋じゃないけど、まあ、そういうのが始まってくみたいな暗示になってんじゃないかなってちょっと思って、うん、で結局お化けと最終的には仲良くなったけど、お星様になっちゃったんだよね、あれって、うんうんうん、最初なんでお化け出てくんだろうとか思ってたんだけど、最後の方でさ、お化けがなんかこう涙流してさ、緑の光になってピューンっていっちゃったシーンが出てきて、うん、最後はもうなんか緑の光だけが残ってるみたいなシーンだったから、まあ、多分いなくなっちゃったんだろうなっていう感じだったんだけど、なんかそれも見てて面白いんだけど、そうなの、ね、全部の曲とは言えないけど、デビューしてから出した MV とかは割とその天使が中心に出てくる話がすごい多いなっていう印象がある。そうなんだ、面白いね、うん、それ天使か、天使ってなんか新しいね。名前がウィッシュだからね。か確かにね。そうそう、今回のショーケースでさ、初めて、まあ、ダンスパフォーマンスとかも見れたんだけどさ、うん、爽やかっていうよりはなんか私的に可愛いっていう感じだったんだけど。なるほどね、可愛いっていう感じだったんだ、キイ、うん、ちゃん。私なんかあれだな、今回なんか歌詞がすごくなんかいいなと思って見てたんだけど、うん、ゆっくり付き合っていくみたいな、ゆっくり愛を育んでいくみたいな、うん、そういう感じの歌詞で、うんうんうん、確かウィッシュのメンバーが言ってたんだけど、うん、シズニーに向けて、うん、なんかこの先も変わらず永遠で行こうみたいなコンセプトが込められてるらしくって、うん、でそれを多分歌はなんか愛のバージョンで出してるだと思うんだよね。そうだね、そうだそうだ、なんか安心感っていうのかな、そう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 、居心地の良さとか、うん、お互いにこう一緒に育んでいくみたいな、うんうん、聴いてる人、まあ、シズニーだよね、うんうん、シズニーとウィッシュが一緒にこう育んでいくみたいなのがすごくいいなって思った、うんうん、ね、歌詞も深いし、でもダンスは可愛いし、ね、うん、ね、サビの部分が良かった。振り付けも結構私好みかもしれない、ね、今回なんか足の動きとかが結構かっこいいなって思ってそうで、なんか下からウェーブ、うん、なんかダンスチャレンジの時もね、教えてたけど、あれ絶対シズに踊れるわけないじゃんって思いながら見てたんだけど踊れないかもねちょっとすごい高難易度のことを教えてるなと思って、なんかウェーブ、腰からウェーブさせてたんだけど、あれ結構いい感じで私すっごい好きだなって思って、うん、すごいよね。あと指さしたりのポーズとか、うん、あとさ、あとさ、あとさ、ジェヒの高音よくなかった？あ、よかったよかった。ジェヒすっごい声ね出るなって思って、まあ前からだけど、なんか毎回ね高音担当っていうだけあって本当にすごい伸びるなって思って、うん、ね、びっくりしちゃった。すごいね、なんか
どん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 上手くなってるような気がして、うんうんうん、私もね、ウィッシュ、ね、ほんと成長したなって思ってね、ジェヒも含めて見てた、うん、なんかジェヒに関してはだって練習生期間3ヶ月とかでデビューしちゃってるから、ね、そうだよね、絶対大変だったよ ね、ここまで来るのに。あのオーディションの時からまあすごかったけど、本当に頑張ったっていうの伝わってくるよね、うんうん、シオンとかユウシにこうついていかないといけないわけだからさ、うんうんうん、そう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 、あの性格もね、ほんわかしてなんか、うん、ね、優しくてね、すごくねいい子なんだなって伝わってくるよね、うん、なんか最後かな、最後の方さ、客折りっていうのかな、うん、あのシズニの横にさ、うん、座ってたよね座ってたよ、そう、あ、ユーシー座ってた、あれ結構ねびっくりしたえ、でもさ、なんかウィッシュといえば客折りってイメージあるんだよね。このプレツの時もそうだけど、毎回ね、あのどこかしらか出てくるんだよね、ウィッシュの子たち。それはなんかファンにとっては嬉しいよね。え、でもね、隣に座って歌うってもう倒れちゃうよね、あれ。本当ね、私見てるだけでも心臓が持たなかったから人数もそんなに少なくなかったのかな、昨日は。どのくらいだろうね、本当少なかったよね。やっぱ少ない方なんだ、これは。だって席も2階席の、しかも正面しかなかったもんね、客席の形的に、行けた方すごいね、本当に。あれだよ、なんかあの後で調べてみたら、うん、ライブ視聴30万人以上いたみたい。そうなんだね、すごい人気じゃない、すごいね、そんなにね、生中継で見てたってことだよね。注目度もなんかすごい高まってるし、うん、なんかインチョン空港もジャックしてたみたいで、なんかウィッシュ、そうなの、ウィッシュだらけだったらしくって、いいなって思ったんだけど、そんなことが。韓国ですごい注目されてるみたいだよね。そうなんだ、嬉しいね、それ。そうね、日本メインのグループだけど、韓国とかでもそうやって期待されてるってね、めちゃくちゃ嬉しい。嬉しいな、それは。ふやくんがバラエティめっちゃ出てくれたら嬉しいなあれとか、あの、なんだっけ、あの番組、知ってるお兄さん、知ってるお兄さん、うんうんうん、あの番組出るって相当人気出ないと難しいんだよね、確か。あれってアイドルだけが出るわけじゃないから、うん、そうなんだよね、知名度がないとなかなか出れないんだけど、いつかね、ねえ、ね、出てほしい、うん、いつか。たくちゃんといえばなんだけど、うん、あの途中3人ずつで交代しながら MC タイムあったじゃない、はい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 、ルーシー、ジェヒー、サクヤの3人でずっとさ、右に行ったり左に行ったりしてたじゃん多分ね、あのさくちゃんすごく周りをね見る力があるから、なんか面白おかしく言ってたけど、多分シズニーのために配慮して端から端まで歩いたんじゃないかなって思って。あ、なるほどね。なんかずっとさ、ステージの真ん中にいるとさ、真ん中の人しかね見れないというか、ね、端まで行ってあげたらさ、端とか後ろの人とかもさ、もっと近づいて見やすくなるじゃん。確かにそうだよね。だからすごいさ、あのさくちゃん結構周り見る力あるから、なんかさりげなくそういうことやったんじゃないかなと思って。ティッシュって万年組がめちゃくちゃしっかりしてるから、さくちゃんとりょうくんの2人が結構周りを見て空気読んで動いてる感じで、まあ、あのお兄さん組がなんかふわふわしてる感じ、確かに可愛らしいよねなんかそうなんかそれでいいバランス取ってるんだよね。やっぱマンネは最強なんかな。マンネが強いグループって、あ、それ言うよね。なんだっけ、 BTS だっけ、うんうん、BTS とかあ、そう黄金マンネ、ね、確かに。やっぱウィッシュは最強かもしれないウィッシュのライブとか行ったことあったよね、確か。単独はね、これからだからあれなんだけど、うん、フェスとかではもう、ね、何回か見に行ってて、そうこれはいいね生で見るとまたそれはそれでね、迫力もあって、うん、すごいね、多分ね、あのハマると思う。そうなんだSM タウンとかもしあるんならね、うんうん、絶対見れるもんね。 SM タウンも好きなグループしかいないから、本当そうだよ、早く日本で、うん、ね、そう、また開催してほしいよ ね楽しみだな、本当。そんな感じでショーケースすごいね、結構大満足だったんだけど、ハズキッチもどう？私も大満足で、本当ね、この
新曲大好き、本当。これからいっぱいね、聞かなきゃね。じゃあ今日はここまでっていうことで、またね。はい、またね。